今回は高知県土佐カントリークラブ足摺アウトコースの2番ホール、レギュラーティーからピンまで166ヤード、ショートホール攻略を紹介します。ティーショット、打ち下ろしのショートホール、グリーン左は OB、ティーショットはグリーンセンターより右狙い、上空の風に注意。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。足摺アウトコースの2番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで166ヤード、ハンディキャップは11、打ち下ろしのショートホール、難易度は9ホール中8位、平均スコアは 4.2、 平均パット数は 2.03。客切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。足摺アウトコースの2番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで166ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、打ち下ろしのショートホール、グリーン左は OB、ティーショットはグリーンセンターより右狙い、上空の風に注意。足摺アウトコースの2番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。